こんにちは、リポーターの吉水真央です。今日のハマリポはこちら。神奈駅近く、馬車道と伊勢崎町を結ぶ地下道マリナード地下街にある昼飲みもできる駅直結の国民酒場 The Entleman 神奈マリナード店さんにやってきました。実はまだお昼の時間なんですけど、ちょっといっぱい楽しんでいきたいと思います。楽しみ。では行ってきます。場所は神奈駅直結の神奈地下街マリナードの一角にあります。明るく気軽な雰囲気の店内には立ち飲み用のカウンターとテーブルがあります。カウンターの中やフロアには何人かのスタッフさんで切り盛りされていて、注文もしやすいです。今日はここ G エンテルマンさんで1人ちょうど1000円分、スタッフさんと2人で2000円分を楽しみたいと思います。表示価格は消費税込みなので、こちらに2000円を置いてスタートしたいと思います。楽しみ。ごちそうさまでした。今日は攻める企画、なんと1990円で楽しむことができました。めちゃめちゃ大きな唐揚げとか珍しいサワーとかもあって、本当に楽しめました。幸せな時間でした。横浜スタジアムでおなじみの神奈駅周辺は立ち飲みなど気軽な酒場が多数存在している飲み歩きが楽しめるエリアです。横浜では野毛が有名なエリアですが、ちょっと足を伸ばしてよりディープな横浜を楽しむのもいいですね。ハマリポでは横浜の素敵なスポットやグルメをこんな感じで紹介していますので、 YouTube 公式チャンネルの登録をお願いします。横浜へのお出かけはアット横浜ウェブサイトでさらに便利になります。街のディープスポットやモデルコースなど魅力的な情報を発信していますので、横浜観光の検討にアット横浜ウェブサイトをぜひご覧ください。それではまたハマリポでお会いしましょう。お楽しみに。